1900年頃の南アフリカとランスバール、共和国オレンジ自由国などある共和国ケープ、植民地防和戦争は、イギリスとオランダ系アフリカーナーが、南アフリカの植民地化を争った、2回にわたる、戦争。南アフリカ戦争、南ア戦争、ブール戦争とも言う。イギリスはシネマトグラフにより、世界で初めてこの戦争を動画で記録した。イギリスは戦火を踏まえ、オランダの背後にある、 ドイツ帝国を脅威と受け止めた。そして三国協商と日英同盟、日仏協商、日露協約による包囲網を急ピッチで完成させた。それまでイギリスが栄光ある孤立を維持できたのは、ユグノー資本が民間レベルで列強の国際関係に干渉できたからである。しかし、ドイツの飛躍的な国力増大を前に政治を利用した総力戦で慎重を阻む作戦が立った。 e n ファーストボーアウォーも参照第一次ボーア戦争とはトランスバール共和国をイギリスが併合しようとした戦争のことそのためトランスバール戦争とも呼ばれる19世紀17世紀頃からケープ植民地に入植していたオランダ系移民の子孫であるボーア人たちはアフリカ南部の支配権をめぐってイギリスと激しく対立していたオランダは ドイツ帝国の経済的繁栄にあやかっており、カトリック勢力の突き上げにあいながら、英仏のユグノー資本から脅威と受け止められていた。イギリスのケープ占領とオランダの植民地上とにより、ボーア人は新天地を求めて、アフリカ大陸内部へさらなる植民を開始し、ズールー族を駆逐して1839年にナタール共和国を建設する。しかし、 これは1843年のイギリス軍の侵攻により追える。防ア人はさらに内陸部へ移動し、1852年にトランスバール共和国を、1854年にオレンジ自由国を設立。イギリスも両国を承認した。1860年代以降、トランスバール東部で近郊がオレンジ自由国ではダイヤモンド鉱山が発見されると、 白人の鉱山技師が大量に流入し始めた。イギリスはこの技師たちの保護を大二名分として、オレンジ自由国を領有化する。内陸にあったトランスバール共和国は、海を求めて、ズール王国方面へ進出しようとした。しかし、この動きを警戒したイギリスは、トランスバール共和国の併合を宣言し、ボーア人はこれに抵抗して1880年12月16日、 ポール・クルーガーを司令官として大英帝国に戦線を布告。両国は戦争状態へ突入する。この戦いにおいて、ボーア人たちはカーキ色の農作業服姿であったのに対して、英国軍の軍服は先行色であったため、ボーア人狙撃手の格好の標的となったという。1880年12月16日、ポチェフストルームの古い取り出に、防人が立てこもり、 戦闘が開始。続いて12月20日には、ブロンコーストプルートの戦いで、プレトリアへ向かっていた、アンストラザー中佐率いる、第94不評連隊、約250名が、ーア人に降伏。1881年1月28日には、レングスネックにて、大規模な戦闘が発生した。この戦いでは、砲兵が、一斉砲撃で、防ア人の動きを封じた後に、 騎兵を突撃させる戦法を英国軍は取った。しかし、地の利を持つボーア人は、砲撃による被害をほとんど受けず、突撃してきた騎兵隊に銃撃を加えた。また、共に前進していた不評にも攻撃し、大損害を与えた。特に、第58不評連隊は35から40%もの死傷者を出した。この戦いでは、コリー少将の参謀士官の、 ジェームス・ラスコム・プール・少佐や、ロバート・エルウェス中尉、エドワード・インマン中尉や、ドルフィン中尉なども戦死するといった被害も被った。さらに2月8日、シャインス・ホーフタの戦いでも敗北。そして最終的に2月27日、マジュバ・ヒルの戦いで、英国軍は、ボーア人に惨敗。この戦いで、英国軍の指揮官である、コリー・少将が戦死する他多大な犠牲者を出した。 これにより1881年3月23日、プレトリア協定が結ばれ、イギリスはトランスバール共和国の独立を再度承認することとなり、戦争は終結したものの大英帝国の面目は丸つぶれとなった。イギリスは同年設立したオスマン債務管理局であだを取るつもりであった。EN、セカンドボアウォーも参照第二次ボア戦争は、 独立防ア人共和国であるオレンジ自由国及びトランスバール共和国と大英帝国の間の戦争イギリスはすでにアフリカ大陸の東西両岸に海底ケーブルを持っていたので開戦前の10月3日から電信の検閲に取り掛かったまたすでにサンクトペテルブルク会議で参加国へ通知した上ならば電信を止めてよいとの現地を得ていたので14日に コードとサイファーによる暗号伝文の一切を禁じた。イギリスは収容所戦略、焦土作戦などを国際的に批判されながら、長期戦を戦い抜き、最後の防ア人を1902年5月に降伏させた。同月、フェリーニヒング条約を結んで終戦した。これにより英国は両国を併合した。その後もイギリスは期待進軍し、ドイツ領南西アフリカとドイツ領東。 アフリカを分断したオスマンサイム管理局にドイツの資本が割り込んできてイギリスはエジプトへ押し出されつつあった。トランスバール共和国で豊富な金の鉱脈が発見されたことにより、英国の何千人もの鉱山技師たちがケープ植民地から流入を始めた。外国人が殺到し、鉱山近くに続々と住み着いたことから、ヨハネスブルグの街はほとんど人よにして、 スラム街と変わってしまった。これらの外国人は、ボーア人より多かったが、全体として見れば、トランスバール共和国の少数派のままだった。アフリカーナーたちは彼らに投票権を与えず、金産業に対しても、重税を課した。これにより、外国人及び、英国人の鉱山主から、ボーア人政府打倒の圧力が高まっていた。1895年、セシル・ローズは、ジェームソンによる、 武装クーデターを企てるが、失敗に終わった。英国人に対しての不平等な待遇は、ケープ植民地への軍事力の大幅な増強を、正当化するための口実として用いられた。英国植民地の重要なリーダーたちの中にも、防ア人共和国の併合を支持する者がいたためである。このキーマンとされるのは、ケープ植民地の知事アルフレッド・ミルナー卿、英国植民地総ジョゼフ・チェンバレン。 工業新ケートのオーナーたちなどである、ボーア人たちを攻め落とすことなど簡単だと確信していた彼らは、再び戦争を引き起こそうとしていた。オレンジ自由国の大統領マルチナスステインは、1899年5月30日に、ブルームホンテーンで、トランスバール共和国の大統領クルーガー及び、ミルナー教との会議を開いたが、交渉は、あっという間に決裂した。 1899年9月、チェンバレンはトランスバール共和国に対し大英帝国新民への完全に同等な権利を付与することを要求する最後通告を送った。だが、クルーバー大統領もまた、チェンバレンからの最後通告を受信する前に、彼の方からも最後通告を出していた。これは48時間以内にトランスバール共和国を呼び、 オレンジ自由国の全域からすべて英国軍を退去するように求めるものであった。1899年10月12日に戦線が布告され、ボーア軍はそれ以降、1900年1月までの間に、ケープ植民地とナタール植民地に最初の攻撃を開始した。ボーア軍は、レディスミス、マフェキング及びキンバリーを包囲した。包囲による、牢城生活が数週間に及ぶと、 これらの町の兵士と市民にはたちまち食料が不足し始めた。包囲されているこれらの町は継続的な砲撃にさらされ、街路は非常な危険地帯となった。この年の12月中旬は英国軍にとって非常に困難な時期で、特に1899年の12月10日から15日は暗黒の一週間と呼ばれる。この一週間で英国軍は マゲルス・フォンテーン・ストームベルグ・コレンゾーにおいて、続けざまに壊滅的な打撃を被った。12月10日のストームベルグの戦いにおいて、英国軍の司令官、サー・ウィリアム・ゲイティカー将軍は、オレンジ側の50マイル南での鉄道ジャンクションを取り戻そうとしたが、オレンジ自由国軍の抵抗に遭い、死傷者135人、捕虜600人という大損害を被った。英国軍を含めて、 当時の世界の正規な軍隊では、不評が密集して、王対陣形を組んで、攻撃前進するというのが普通のスタイルであった。それに対して、防衛軍の主体は、民兵部隊で、特定の編成を持たず、連想式ライフル銃を装備した、機上不評が主体であった。特定の陣形を組まずに分散して展開し、敵に近づくと馬を降りて、ブッシュや地形の起伏を巧みに利用して、 身を隠し命中精度の高い射撃を行ったのである。12月11日のマゲルス・フォンテーンの戦いでは、ポール・サン・フォード・メシュ・エン・男爵が指揮する14000人の英国軍が、キンバリーを攻略するために用意された。ボーア軍指揮官であったデラレート・クロンジェは、英国軍の方にハマった、作戦行動を逆手に取り、軍事競争にとらわれない場所に残号を掘り、いてを配置する作戦を実行した。 これが、図に当たり、キンバリー、そしてマフェキングを救出するはずだった英国軍は、死者120人、負傷者690人を出す壊滅的な打撃を受けた。しかし、暗黒の1週間の最悪の日は、12月15日の、コレンゾーの戦いである、レディスミス救出のために告げら側を渡ろうとした、レドバースブラーの指揮する2万1000人の英国軍が、ルイス・ボータ指揮する8000人の、 トランスバール共和国軍に待ち伏せされた、砲撃と正確なライフル射撃の組み合わせにより、防和軍は川を渡ろうとしたすべての英国軍を撃退した。防和軍の犠牲者40人に対して、英国軍は1127人の犠牲者を出し、さらに悪いことには退却の際に放置した、大砲10本を六角される低多落であった。さらに、英国軍は、 レディスミスを攻略するためのスピオンコップの戦いで、再び敗れ、ビューラーは再度コレンゾーの津ゲラ川西側を渡ろうとして、ボータ率いるボーア軍との激戦の末、1000人の犠牲者を出した。ビューラーは2月5日にバルクランツで再び、ボータの軍を攻撃して、今度も敗北する。1900年2月14日に増援が到着するまで、ロバーツ教式下の英国軍が、 駐屯軍を救い出すための犯行を開始することはできなかった。最終的にキンバリーは2月15日にジョン・フレンチ将軍の騎兵部隊によって解放された。パールデベルグの戦いでロバーツ卿はついに防ア軍を打ち破り、クロンジェ将軍と4000人の兵士を捕虜とした。これにより防ア軍は弱体化し、やっとのことで英国軍は レディスミス解放へと駒を進めることが可能となった。マフェキング解放は、イギリス全土に熱狂的な祝賀を引き起こした。同年2月、イギリスは軍を再集結させると、西方から2つの共和国の攻略を開始し、3月13日には、オレンジ自由国の首都ブルームフォンテンが陥落し、6月5日には、トランスバール共和国の首都ピレトリアが占領された。 ほとんどの英国民は二つの首都占領によって、ほどなく終戦に至るだろうと考えていた。しかし、ボーア軍は、新たな拠点、クローンステッドで会合し、英国の供給網及び通信網を寸断するゲリラ戦を立案した。この新たな方針による、最初の戦果は、3月31日、クリスチャン・デウェットが指揮する1500人のボーア軍が、サンナ・エスポストにおいて、 英国軍が厳重に警護するキャラバンを待ち伏せし、155人の犠牲者、428人の捕虜、7丁の銃、117台のワゴンを捕獲したものであった。最後のフォーマルな戦いは、ロバーツ卿がプレトリア近郊で、防ア軍や戦兵の残党を攻撃した6月11日から12日のダイヤモンドヒルの戦いであった。ロバーツ卿が、 ダイヤモンドヒルからのボーア軍の排除に成功したにも、かかわらず、ボーア軍の指揮官ボータはそれを敗北とみなさなかった。なぜなら、ボーア軍の犠牲者が約50人であったのに対し、英国軍は162人の犠牲者を出したからである。こうして、フォーマルな戦争は終わりを告げ、戦争は新たなステージに移ることとなった。強制収容所に収容されたアフリカーナーの女性と、 子供写真撮影後に死亡した強制収容所に収容されたアフリカーナーの少女、焼き払われたボーア人の家詳細は強制収容所を参照1900年6月頃より、英軍司令官の保冷所キッチナーはボーア軍支配地域で強制収容所戦略を展開し始める。これによって12万人のボーア人、先住民国人が強制収容所に入れられ、 さらに焦土作戦を観光、広大な農地と農家が焼き払われた。この収容所では2万人が死亡したとされる。英国は1900年9月までにトランスバール北部を除く両方の共和国を管理していた。しかし、彼らは文体が物理的に存在する間を制御するのみであった。文体が町、または地区を去るとすぐに、その領域での英国の制御は消えていった。 25万人の英国軍兵士では2つの共和国が有する巨大な領域を効果的に制御するのは不可能であった。英国軍の分隊同士に巨大な距離があるため、防和軍の特別攻撃隊はかなり自由に動き回ることができた。防和人士機官もゲリラ戦のスタイルを採用することに決めた。特別攻撃隊はいつでも英国人に対し攻撃してよいとの命令を与えられており、 各人の出身地区に派遣された。彼らの戦略は敵に可能な限りの損害を与え敵の増援が到着する前に移動するというものであった。西トランスバールの防和軍特別攻撃隊は1901年9月以後非常に活発に活動した。いくつかの重要な戦いが1901年9月から1902年3月の間に起こった。1901年9月30日。 ムドウィールで、そして10月24日、ドリエフォンテ園ンで、デラレー将軍の軍は英軍を攻撃するが、強い抵抗にあい、退却を余儀なくされた。1902年2月には、次の大きな戦いが起こった。2月25日にデラレーが、ウルモランシュタットの近くのエスタースプルットで英軍を襲撃したのである。デラレイは、敵の分隊を捕虜とし、 彼の率いる部隊が相当の長期間にわたって、活動できるだけの大量の弾薬を露獲することに成功した。デラレーのボーア軍は、メシュエン卿に率いられた英国軍を、ベレイバーグからクラークスドープまで追跡した。1902年3月7日の朝、ボーア軍は、トウィーボッシュで移動しているメシュエンの後衛を攻撃した。これにより英軍は、混乱に陥り、メシュエンは負傷し、 ボーア軍の捕虜となった。トウィー・ボッシュの戦いは、デラレーの勝利のうちの一つであったが、ボーア軍のこの勝利は、英軍のより強い反応を引き出すこととなってしまった。1902年3月の後半には、英軍の大規模な増援が、西トランスバールに送られた。英国軍が待ちに待った機会は1902年4月11日、ルーウォールで訪れた。ここで、ジャンの軍と合流したのである、グレンフェル。 結一致、本土ネップは、ケンプ将軍の軍と接触した。英軍兵士は山の側に配置され、防ア軍の騎馬攻撃を十分な距離を持って迎撃し、存分に打ち倒した。これは、西トランスワール戦争、さらには、アングロボーア戦争の最後の大きな戦闘であった。ありがとうございます。